聞いた？ミュージックウェーブ。おはよう。今日も可愛いね。行こうぜ。え？おい。おはよう、広瀬。あのさ、広瀬もうすぐ誕生日だよな。うん。藤壺という一人の女を愛してしまう物語、三角関係がテーマ。源氏の中将は正外派を巻いたまいける。前回からの続き、30日30番鈴木さん、はい、訳してみて。源氏の中将は正外派。どこ行くよお前さん。お前さんとなら地獄まで。思わず涙の切ない話。では6月30日今日最後のおはがきです。ラジオネーム2年 D 組のロミオさんからいただきました。よし、ありがとうございます。よしよしよし。今日は僕のクラスの AH さんのことを書きたいと思います。彼女は学級委員で、みんながやりたがらないジュリエット役をにっこり笑って引き受ける。だけど実はちょっといたずらすることもある。そんなとても魅力的な女の子です。でも最近学校を休むようになりました。実は彼女は白血病になってしまったんです。この間見舞いに行って、僕は愕然としました。彼女の髪の毛は薬の副作用ですっかり抜け落ち、かつての重く、あ、サク聞いた昨日。いやー、サクタロ様のおかげですよ。おい、どうしたの？あ、広瀬、あのさ、松本君、話があるんだけど。待ちなさいよ。2年 D 組のロミオって松本君でしょ？違います。あんなに私のこと知ってるの松本君以外いないでしょ。別に私のことをどうこう書くのは構わないけど、世の中には本当に病気と戦ってる人がいるんだよ。その人たちが聞いたらどう？別に本当だと思って聞いてるんだからいいじゃない。失礼だって思わない？わけわかんないんだけど。じゃあ松本君のお母さんが病気だったら、あんな嘘つく人がいたら許せる？妹がなったら、松本君の好きな人がなったら。関係ないだろ、広瀬。広瀬は俺の母親でも妹でもないだろ。そうだよね。坊主、ごめん、バレちゃった。待てよ。お前らそうなのかよ。なんで言わないんだよ。聞けた。俺のことバカにしてんのかよ。
青春だな。じゃあおじいちゃんそういう経験あんのかよ。好きな人を亡くすのはなぜ辛いんだろうね。好きだからだよ。ん？そうだよな。夜空に消えてく星の